直しておけば一緒につけていく、うんうん、このままもう直してもこのまま入れちゃうみたいな感じで、ここにねドリルでね穴開けたんですよ、ね、こういうのをつけておけばこういう、はい、お疲れ様です。今回また人気の MP2 シリーズと MP1 シリーズ、以前の動画では MP2 と MP1 の比較であったり、マスタニキバージョンの MP2 はどのように使うのかということでやってきたんですけど、この2つの強みは小さいんで、他のベトの道具、工具バッグかといろいろ組み合わせて使うことができるんで、ちょっとマスタニキバージョンと電気屋 YouTuber バージョンでいつも現場でどのように合体させてるか、はい、どんな感じで使ってます？ MP2、 まあ現場これ1個でやっぱり道具って僕ら業者多いんで少ないところがある、なんかメインで1個ボーンってあって、うんうん、そっからこうより見繕って出していくんですけども、こういうのもここのベルト通すとこう金具が OTMC でしたね、 OTMC ですね、ちょっと今道具少ないんですけど、こういう感じで組み合わせる、通すとこに組み合わせていけば、うん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 、ね、初めのこう現場に持っていくときに、そうですね、一緒に持っていって、でこうここから入れるやつを差し替えて、でこれだけ現場で使うみたいな感じで組み合わせとして持ち歩いていけるんですね。まあ、基本的にあの大きいバッグになると同じサイズのこの缶がついてるんで、こういうタイプでも、うん、一緒につけていく、まあ、これもでかいんですけど、ここにもついてるんで、これも組み合わせてあげるって感じですかね。よいしょ、まあ、こういう感じでプラスアルファとして持っていく時とかっていうことですね、うん、でもこのバッグに関しては大きいんで、はい、このままもう直してもいいかもしれない。あ、中に入れちゃって、うん、入れちゃって、この裏面の方は広い、広いっていうか、ポケットが広いんで、そのまま入れちゃうみたいな感じで。ちっちゃい車とかやったらね、置くとこ減っちゃうんで、うん、中に入れちゃってもいいかもしれないですね。で、現場でこれだけ出すという感じかな。はい、応援とかで行くときやったらね、あんまごちゃごちゃ持っていくのもあれやし、そうですね、こういうのに収めて、腰置くとこれだけっていう方がいいかもしれないですね。そうね、こっちも刺さるんですけど、まあ、ちょっと引っ掛けとくぐらいなら、うんうん、っていう感じ、うん、まとめてっていう感じでいけるかな。そうですね、そんな感じかな。出て、背中隠してくる、前にボーンと見てる。マスタニキはこんな形で合体して使ってるということですね。ありがとうございました。はい、次は僕バージョンってことなんですけど、まあ、僕も結構同じようなことになってくるんですけど、僕が持ってるのは TP4B と TPLC を所有してるんですけど、まあ、これ僕もうほんまに血栓ばっかりなんですよね。ちょっと先ほどの動画で僕はこれを制御機器用に使ってるって言ったんですけど、僕はこれにここに刺したりして、これ横ポケット広いから、そうなんですよ、刺さるんですよね。こうやって普通に持ち運びもできるし、まあ現場でね、番が何個かあったりして、例えば14スケとか大きいのになるとこっちには入らないんで、こっちから取るけど、機器の血栓であったらもうこっちから、機器の血栓はこっちにまとまってるっていう感じで、ちょっとでもこう取るのが早くなるように僕は分けてます。でそのままもう機器だけ回るときはこれ持っていったりとか、ここにつけたり、これの場合でしたら裏にこういうのがついてるんで、例えば長距離運ぶときやったら、ここにこうやってガチャッとやったらもう絶対落ちないんで、ここはこうやって使ったりね、やることが多いですね。でこの TP4B の場合は、僕の場合はもうかなりごちゃついてるんですけども、金物工事、配管とかラックとかすると、でちょっとだけなんていうんですかね、血栓もあるっていう日は、これまで登場させるのはちょっと持っていくのが、現場に持っていくのがあれなんで、僕はここにこういう感じで刺して、こうやって持っていってます。血栓するときこれ取り出してみたいないう感じで使えるのが便利ですね。で先ほどと同じように長距離持ち歩くときは僕はここにつけてます。ここにつけといたら落ちることはないんで、重たくはなりますけど、かなり便利です。
あとね、僕オリジナルなんですけど、こうやってここのベルトにつけるっていうのは前の動画でも紹介しました。でもこの使い方っていうのはもうこれだけで回るときに限られると思うんですよ。で、僕ふと現場で思いついて、腰道具は腰道具で必要、でもこれもつけたいっていうときに、僕の場合はちょっと見やすいように外しますね。ここにね、ドリルでね、穴開けたんですよね。これやったら何ができるかというと、さっきみたいにベルトにも腰道具をつけた状態では挟めないんですよ。この腰道具をつける前やったらつけれるんですけど、煩わしいですよね。で、僕こういうね、何ですかね、スパナとかインパクトとか書くようにこういうのをつけてるんですけど、この両面に穴を開けてるからこのまま入るんですよ。だここにプラスアイテムとして使えるんで、僕はこのカスタムをめっちゃ気に入ってます。ちょっとね、高級品なんで穴開けるのためらうと思うんですけど、みんなよかったらやってみてください。で、これの注意点なんですけど、僕はあの現場で思いついてこれええんちゃんと思ってやったんで、何の寸法も測らずに穴開けたんですよ。だから、こっちにセンター狂ってるんで、あのやるんであればちゃんと落ち着いてこうね、センターに行った方がいいと思います。で、僕が思うのはハトメとかでね、カチャンとできたらね、これね、ちょっとね、入れるときに力がいるんですよ。で、もうちょっと穴をでかくしてハトメみたいなね、やった方が、まあ、かっこいいっすね。うん、見栄えも金とか自分の好きな色あるんかな、ハトメって。金、まあ普通真鍮の色がない。ね、金か銀。銀っぽい黒系のもあるんで。っていう風にやったら作業が楽になるかなと思います。うん、それやってみようかな、僕も。いいですよ、これめっちゃ。ハトメ、マスターニキがやるみたいなんで、ハトメ見たい方はコメントください。あとね、ちょっと事務所なんで想像が皆さん伝わりづらいかもしれないんですけど、僕工場系が多くてですね、画台みたいなのがあって、手すりがあって、手すりに板がついていたりとか機器がついていたりすることあるんで、その時にこれを手すりなのに、この手すりちょっと太い、こんぐらいかな、こういうとこにかけてですね、でこのまま前に板などがあるんで、こっから僕はこうやって仕事をすることが多いです。で、ここにね、まあ、また別の商品になっちゃうんですけど、ゴミ箱とかぶら下げて、まあ、ハンズフリーっていうんですかね、腰道具がね、今例えばここが後ろクロスであったりとかね、今これ傷ついてますよね。だから腰道具をできない場所とかね、僕はこういうのを持って行ってます。あとおすすめなのはですね、例えばここで1時間2時間仕事をするっていうのだったらこれでもいいんですけど、ごま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 何回も5分ごとにこう動いていかなあかん時やったら、これを外すだけでもぶっちゃけだんだん面倒くさくなってくると思うんですよ。こういうのをつけておけば、こういう太い手すりであっても校舎の上とかいいかも。そうですね、校舎とか手すりね、はい、こうやってワンタッチで外せるんで、これも僕よくやり方です。まあ、これに関してはホームセンターとかね、穂高とかでも売ってるのかな、ちょっとどこで買ったのか忘れたんですけど、値段も500円ぐらいで買えるんでいいと思います。ってことで MP2 と MP1 の付随した他の工具バッグや付随した使い方でした。もしね、 MP2 や MP1 持ってる方でこんな使い方もあるよとかあれば、僕とマスターニキの方もね、まだまだいろんな使い方知りたいし、まあ他の視聴者さんも、あ、こんな使い方もあるんやっていう勉強になると思うんで、コメントで書いてくれたら嬉しいです。ってことで MP2 シリーズ終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。元気やご。